こんにちは、カノアです。タイトルの並木さんのメッセージ、受け取り上手になるコツ、甘え上手になるコツと、簡単なワークについてお話ししていきたいと思います。受け取ることが、下手だと、私もなんですが、とても、損をしてしまいます。これを意識することで、少しのことなんですけれども、変えることができるので、今日はそれを紹介したいと思います。受け取れるようになると何がいいかというと、自分が豊かになって満たされると相手にも与えてあげれるようになりますし、なので受け取ることはとても大事で、例えば誰かに何かやってもらった時、ついつい、あ、ごめんなさい、すいません、ありがとうございますと言ってしまうと思うんですけれども、このありがとうございますの前にごめんなさいと、つけてしまうことをやめるということなんですけれども、やってもらったことに感謝したならシンプルにありがとうでいいということです。で、ごめんなさい、すみませんはいらなくて、ありがとうございますとだけ言った時に一歩受け取り上手になれるそうです。無意識にすみません、ありがとうございますと言ってしまう時は、これが私が手放すことだということで、すいませんという部分を統合するといいそうです。そうすると、ありがとうだけになるので、すると感謝の周波数は、最強のバイブレーションになりますので、感謝の気持ちがそのまま宇宙に届けられていくと、間にすいませんとかを挟まないで感謝のバイブレーションだけが宇宙に放たれるので、そうすると、宇宙は放ったものが返ってくるというシステムなので、そうすると感謝できることが自分の人生の中にたくさん反映されるようになります。そうなると受け取らざるを得なくなり、感謝の連鎖が始まるそうです。そうするといっぱい受け取ることがもう自然にできるようになるということです。それともう一つは、受け取ることにオープンになろうという意図も大事だそうです。そのためには、毎朝、起きた時に、私は今日与えられるものを100目いっぱい受け取りますと宇宙に宣言してから起きたりするといいそうです。この言葉は自分の言葉でいいそうです。そうすると、やっているうちに、こんなにも恵まれている、こんなにもたくさんのものを与えられているということに気づけるようになるそうです。それから、自分が、豊かになることが大切で、自己価値が低いと、それを上げることが大切で、ネガティブなイメージが出てきたらポジティブに変えて、私はこういう人間だと宣言したり、地道にコツコツ自己価値を上げていくと、受け取るキャパが大きくなって入ってくるようになります。自己価値が低いとキャパが小さいので入ってこれないので、それは自分で、価値がないと決めてしまっているだけなので、もっとオープンに受け皿を大きくしていくことが大切で、そうすると豊かさ、は、豊かさっていうのはお金だけでなく人間関係とかチャンスとかいろんなもの、あらゆるものが、自分の人生に入ってくるようになります。この自己価値なんですけれども、これを上げるっていうのは、私もすごくテーマなのでなかなか難しいんですけれども、またこれもまとめて、動画に、してみたいなとは思っています。で、ワークなんですけれども、朝殻を破るっていうことも大事なそうで、朝起きた時に、私は今日自分の殻を、必ずいくつか破っていくと
と決めて、宣言して、それから、ワークでイメージするんですけれども、殻を破っていくという時に紙袋みたいなものを自分がこうかぶっていると、大きな紙袋、体全体に覆ってる紙袋みたいなのをかぶっているところをイメージして、それを自分が内側から手でビリビリッと破るところをイメージして、その紙袋をパッて上に投げて、こう宇宙にこう放つんですよね。そして宇宙でキラッと光って、それが消えていくっていうところをイメージして、でその後深呼吸するというワークを毎日できたらやると、そのうちに、いろんなものを見たり感じたりする感覚が変わっていくのが分かってくるそうです。例えばイライラしてたものがイライラしなくなったとか、そういう自分、違う自分に気づけるようになって、周りの人もあなたの変化に気づいていくということです。で、私は幸せになっていい、豊かになっていい、もっと大きくなっていいと思って、過ごす、意識することがとても大切です。まとめますと、まず ありがとう、人から何かしてもらった時にありがとうという前にすみません、ありがとうのすみませんをやめて、それを統合する。で、もう一つは受け取ることにオープンになると意図し、毎朝与えられるものを100目いっぱい受け取りますと宣言する。もう一つは、朝私は今日自分の殻を必ずいくつか破っていくと宣言し、紙袋をかぶったところをイメージして、それを破って宇宙に放ってというワークをするということでした。では、これを私も自分も意識してやっていきたいと思います。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。